本日のコーナーはこちら、愛子道極み。さあということで、本日も愛子の達人世界一決定戦2021外伝アットオンラインのチャンピオンであるアッツー師匠の指導のもと、ザッキーの仮想ランキングがどこまで上がるのか挑戦してまいります。大会終了時に1078位だったランキングが、前回まででついに3桁仮想ランキング997位まで上がりました。どうしたどうした元気ないじゃないか。さあ成仏2000に挑むぞってなって、うん、練習したんですよ成仏2000。はい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 、もう足も本当に出ない。あ、そう、本当に何も変わらなかったです大会時と。この成仏2000という曲は師匠的にはどうなんですか。僕はプレイはそんなに進んないわけではないです。そうですよ、なんか一番難しいと個人的に思うのが星9の燃えよサファイアだっていうお話を以前されてたから、まあだから何とかしてもらおうぜ。何とかしてください師匠、お願いします。本日も頑張ってまいりましょう。あー極み。それでは死後ちょっと成仏2000に挑んでみますので見守ってください。お願いします。とんでもなくボロボロな結果になりましたが、はい、頑張って攻略するぞというよりは成仏2000に挑むにあたってもうどうしたらいいのか、何をやっていったらいいのかっていうことをぜひ師匠にお聞きしたいなと思います。はい、わかりました。極み。まずは早いじゃないですか。はい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 、前にもお伝えしたと思うんですけど、はい、息を締めるので、うんうんうん、手元がコンパクトになるので、はいはい、コンパクトにすることによって手元がぶれないので早い複合でも叩きやすくはなるんじゃないかなと思います。なるほど。ああ、そうですよね。やっぱね、速くなってくるとこれのこのフォームっていうのが大事になってきますよね。やはり極み。あとこれは僕からの質問なんですけど、はい、成仏2000って流れてくるメロディーとそれから画面の譜面がすごくバラバラじゃないですか。はい、なんかもう頭がごっちゃになって、これはどんなリズムなんだって感じでリズムが取れないんですよ。それは一体どうしたらいいんでしょうかね。対策できるものとしたら、はい、成仏2000の特徴としてドカッカドンとかカドッドカっていうパターンの配置が非常に多いんですね。そこをドカッとカドンの間にアレンジとして巻き込まないように音符を入れてあげると、次の音符への切り返しがよりスムーズになるんじゃないかなと思います。極み。ドカッとカドンでアレンジするとなると、はい、ドカドカドンってなるんですよ。え、本当に元の譜面はどんな感じなんですか。これですよね、はい、ドカッとカドンの間にドンを入れることでドカドカドンになるんですよ。が、はい、ドカカドの間に、あ、本当だ、はい、本当だ、そうなんですよ。なるほどなるほど、複雑に見えるところを単純に、より単純に変えていって叩きやすくしていくわけですね。そうです。ただそれが早いじゃないですか。早いですね。早いじゃないですか、はい、どうやって判別していったらいいですかね。極み。まずはより認識するために判定枠から右寄りを見てあげるとより認識する時間ができるので。以前もおっしゃってましたね、遅いのも来るじゃないですか、なんかいきなりゆっくりになってこう譜面が複雑になるところ、ああいう時は逆に左を見たりするんですか。そうなんです、左右左右って感じで、はい、あーなるほどな。これをねやっていくためにどういう風な練習をしていけばいいですか。成仏2000もすごい複雑なので、こういう時にはデタラメがおすすめです。あれですね、オプションで、はい、その時々において全く違う譜面が流れてくる。はい、そうです。やっぱりランダムなのでいろんなパターンが出てくるんですよ、うん、なので自然といろんな配置の対策が勝手に身につくっていう、うんうん、僕が練習するために何かおすすめの楽曲とかありますか。探しています。お願いします。極み。演奏オプションを選ぶの。
長はさらっと今どんなフルコンボを出しましたが、はい、今のを要するにじゃあ試しに次僕が叩くと全く違う譜面になっているってことですね。そうなんですよ。では一度やってみたいと思います。本当はさっきと師匠と違う。師匠のさっきが立てたのと全然違う。わあ、なるほど。うわあ、師匠の見てからこれやるとめちゃめちゃ惑わされましたわ今。今はこれぐらいゆっくりだったけど、それをどんどん早く早い譜面でもできるようになっていく。そうですね。もうそこに手を出していいってことですね、つまり。そこに手を出して練習していいってことですよね、要するにね。はい。極みで惑わされないためにはやっぱりでも打音が重要ですよね。そうなんですよね。そうですね。ということはまた師匠の助けを借りなければいけないということですか。そうなりますね。はい、すいません、よろしくお願いできますか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。嘘でしょ？本気？こちらでトリプルでいいですよ。やばい師匠、やばいっす、やばいっす師匠。ああもらったのにもう全然手も足も出ない。でもさっきよりはだんだんとベストスコアをね更新には近づいているので、そろそろ挑んでみたいと思います。はい、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。それでは今から成仏2戦挑みたいと思いたいんですが、もうお外も真っ暗になってきたので明日でもよろしいでしょうか。わかりました。ちょっとお手手休ませてください。
さすがお見事でございます。いやー、やりました。あーやー、お疲れ様です。出るの終わらなかった。お10万点以上上がりましたよ、師匠。おー、これはでかいですね。でかいですね。ありがとうございます。はい、やりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいや、頑張った頑張った。ありがとうございます。本当にもう最初叩いて師匠に見てもらって、ね、もうあの太鼓の周りが地獄みたいな空気になってて、成仏だけにうまいこと言ってたんで、どうにかこうにか、まあ、ゲージを半分までは伸ばすことができましたので、ね、だって最初ゲージ合ってないような感じだったもんね。限りなくゼロに近いようなところからよくぞあそこまでって感じよ。いや本当に極みということで、ザッキーが見事ベストスコア更新しましたので、仮想ランキングを見てまいりましょう。成仏2000大会参加時の得点が51万100点でした。そして今回64万5100点まで上がりました。その差13万5000点。おお、その結果仮想ランキングこうなりました。982。やっぱ成仏で見た方が強いんですね。まあね、多分この辺で苦戦してるプレイヤーの方たくさんいらっしゃるんでしょうね。師匠どうですか、僕のプレイ見てたらいずれはクリアを目指せそうな感じですか、成仏2000。はい、全然クリアは目指せると思います。おお、ね、だってゲージゼロのところから昨日今日で半分いったんでしょ。もう一日やればいけるいや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 、そう極み、いやありがたいほどです。本当にこれからもね頑張ろうっていう意味になりました。ね、よかったね。この成仏2000さすがに手も足も出ないのかなっていう気もちょっとしてたんですけども、これで残りの2曲に弾みがついたんじゃないですか。はいはい、ブラボーです。ありがとうございます。極みということで、アッツー師匠の指導のもと、ザッキーはどこまで仮想ランキングを上げることができるのか。また次回ワクワクバラエティもっとファンか太鼓道極みのコーナーでお会いしましょう。それでは皆さん、またねー、またねー、おーす。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしてます。